ショーン・アンダーソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、コーラルスプリングス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2013年の MLB ドラフト40巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、この時は契約せずに、フロリダ大学へ進学した。大学時代は、ピート・アロンソとチームメイトだった。 2016年の MLB ドラフト3巡目で、ボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズで、プロデビュー。2試合に先発登板して、防御率30.38、4奪三振を記録した。2017年は、A 級グリーンビルドライブと、A 級セーラムレッドソックスでプレーした。 2017年7月26日に、エドアルド・ヌニエスとのトレードで、グレゴリー・サントスと共にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。移籍後は、参加の a 級3のゼ・ジャイアンツでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で24試合に、登板して9勝6敗、防御率3.44、107奪三振を記録した。二千十八年は、AQ リッチモンド・フライングスクールレルズと、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーし、二球団合計で二十五試合に登板して八勝七敗、防御率三点六九、百二十七奪三振を記録した。また、七月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。二千十九年は、開幕をトリプル A 級サクラメントで迎え、五月十五日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のトロントブルージェイズ戦にて先発でメジャーデビュー。この年メジャーでは28試合に登板して3勝5敗にセーブ、防御率5.44、70奪三振を記録した。2021年2月4日にラマンウェイドジュニアとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。2021年6月18日にウェーバー工事を経て、 テキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は、参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスでプレーしていたが、6月29日に DF となった。2021年7月3日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は、参加の AAA 級ノーフォークタイズへ配属された後、7月8日にメジャー昇格した。8月4日に DF となった。 2021年8月9日にウェーバー工事を経てサンディエゴパドレスへ移籍した高回転のフォーシームが武器である。ありがとうございます。